すいません、あの乗馬とかって何ができたら一人で乗れるとかっていうのはあるんですか？何ができた？宿題のこと。いや、あの理由がない、誰かこうついてって乗っているのか。ヒューマの話はしない方がいいですね。レベルの違う話だから、はい、それは観光地でやってることだから、はい、あれ乗馬とは呼ばないから、あ、はい、馬に乗った経験で馬の高さ知るぐらいしかないから、 あそこから得られるものはですね、はい、変えます、はい、すいません。江口さんが この先こう乗馬でこういうことをできるようになりたいなとか、こういうとこ目指してるんですかということってありますか？そうですね、いや全然すごい先の話かもしれないですけど、うん、やっぱり自分でこう馬持って自分で一から教えて、やっぱ馬も行きたいですよね。そうですね、やりたいっていうのはありますね。夢ですね、結構。馬って一頭持ったらどれくらいの維持に月々かかるんだろう。いやー、どうなんですかね。だってまず預けなきゃ無理でしょ。そうですね、やっぱり馬の場合どっかに預けて世話してもらってる。まあ、言ってみれば、ヨット、ね、船一つ持つのと同じですよね。そうですね、もっと最初に気にして管理してあげないといけないですよね。馬のことを結構私自身もそうですね。馬とか、この RM ギアも、俺は馬持ってましたから、乗せてもらったこともあるんで、うん、だからなかなか大変、でも、ゆうきさん、夢は分かるな、そうですね、ねえ、見せたいですよね、はい、それぐらい的には。本当にあるの可愛いから、聞かないけど、聞かない分可愛いですもんね。いやー、まあ、ふとした時にやっぱり癒されるんで、そうですよね、だけどそれになると、やっぱりもう、鉄の具合から何か見抜いてやれるようにならないとね。はい、足の怪我させたらもう大変だから。そうですね、一生失いますからね、命とは。ちょっとね、さきちゃん、はい、俺やさきちゃんみたいに素人が聞けるような話じゃないんだよ。あ、そうですか。まあ、何においてもお教育かなんだっていうぐらいで、特にその大学のバイト部っていったら無正規のところだからね、はい、なかなか難しい。でもそうやって見たら江口さんって姿勢いいだろ。すごい綺麗ですよ。乗馬はもうそれが基本だから。はい、さっきお話しされてご挨拶した時もすごくこうきちっとされてて、うん、ちょっと下半身も強いよ、日本のこと脚で締めるからね、はい、うん、頑張ってね。内ももが痛くなるっていう、話を語るんじゃないよ、曲の用意できた。はい、ありがとうございます。江口さんには散髪のギフトカードと、かかさの札幌